調子もバッチリ。あ、ほのかさん、あそこにいます。まったく、こんなところにいたのですか？なんか早く目が覚めちゃって。今日は合同ライブの本番だもんね。頑張ろうね、ほのか。テラシーの街での初ライブ。さあ、行こう。街のみんなに笑顔を届けよう。これが私、香坂ほのか。秋葉の高校、音の木坂学院に通う。新入生が減って廃校の危機にあった音の木坂学院を救うため、スクールアミューズとしての活動を続けていくうちに、やがて私たちはスクールアイドルの最…ある朝、私はいつもみたいに目覚まし…あとちょく…目が覚めると、家で寝ていたはずの私の周りに、なぜ、あ、みんな、おはようじゃないわよ。こんな、あの子たち、何者かしら。あはは、うん。ほのか、本当に状況を理解し、え？うん、まあ。というわけで、私たちもどうしてここにいるのかわか…なるほど。それで、帰る方、お力になりたいところなのですが、何し…リンたち、これ…しばらく、この屋敷に泊まられるといいでしょう。家のベッドで遊ぶものではありません。町長さんが親切な人で本当に良かったね。でもこんなにいい部屋、どうして誰も使ってないんだろう。確か町長さんのお孫さんが使ってたって言ってたよね。お孫さんが町から出て行ってしまって以来、ずっと空き部屋なのだとか。そうなんだ。実家を離れてよその町で一人暮らしとか始めたのかな。そういう感じでもなかったみたいだけど。お部屋はこちらです。何かご質問などあれば。あの、お水が飲みたいときはどこで飲めますか？申し訳ありません。水差しのご用意を忘れておりました。私は
仕事のできないメイドです。別に責めてるわけじゃないわよ。私はただ質問しただけ。違うのです。そんな質問を招いてしまった私が、私がダメなのです。すごく落ち込んでたね、メイドさん。マキちゃんの配慮に欠けた一言が深い傷を負わせてしまったニュー。何それ、意味わかんない。私は水が飲める場所を聞いただけじゃない。そうだよ、リンちゃん、マキちゃんは悪くないよ。わかってるニャ。っていうか、そもそも町の人みんながあんなちょ…そう思ってるなら変なこと言ってからかわないでよ。もう店員さん、鶏もも肉10本ですか？それだけの在庫。そう、すみません、町から人が減る一方で。町長さんにお世話になってる以上、せめてお使いとかでお礼ができ。お店の人もだけれど、みんな元気がないように見えるわ。はあ、いっそ苔になりたい。日のあ、虫っていいわね。悩みご、この空気、活気がないってレベル。そうなんだ。この町、人が減って、残った人たちも、そのせいでどんどん。このままじゃ町が消えるのも時間の問題だって話を聞いたけど、大げさに言ってるわけじゃなさそうね。町長さん、お客さんが珍しいから大歓迎って言ってくれてたけど、そういうことだ。お姉ちゃん！ああ、お客さん、びっくりさ。ねえ、どうしたの？ずいぶん慌ててた、うん、このお部屋、声が聞こえてきたから。もしかしてお姉ちゃんはどれくらい帰ってきてない？もうずっと。自慢できるものも楽しい。そっか。お手紙はくれるの。でも町を出てから楽しい。お姉ちゃん、私のこともうどうでも。そんなことないよ！私も妹いるけど、喧嘩とか結構するけど、どうでも。だからね。ありがとう。さっきから黙ってど、ほのかのことです。この町のために何かしようと考えているんでしょう？どうしてわかったの？だって、この町の状況って、私たちの学校と少しに、そうなんだよね。それに、さっきの女の子の話も、ねえみんな、それで考えたんだけど。この街でライブをするって本気なの、ほのかちゃん？もちろん。だって私たちの活動も、音の木坂の中にミューズの歌を聴いて元気をもらってますなんて声もあったし。それは私も思いましたが、しかし私たちの歌を聴き、同感ね。いっそ苔になって静かに暮らしたい。
なんて言ってる人のテンションは。私はほのかちゃんに賛成だな。ミューズの歌でみんなを得そうよ。何弱気なことを言ってるの。逆にこれは私たちの自前にも言ったでしょ。私たちは笑顔を見せるためじゃ。沈んだ街の人たちを一発で夢中にさせるライブができなきゃ、アライズに勝ってラブライブ優勝なんて夢のまた夢よ。おお、ニコちゃんすごくやる気にゃ。当然よ、ニコは宇宙ナンバーワンアイドルを目指してるんだから。エリチ、そんな顔してどうしたん。ここで私たちにできること、それがスクールアイドルだけど、何かが私。エリチがそう思うんやったら、きっと一筋縄で。心配ならちょっと占ってみよっか。うちたちに大きな試練が訪れるけれど、立ち向かえばきっと道は開けるだ。そう、なら今すべきことは町長さんの許可をもらうことやろ。ええ、うまくことが運べ。スクールアイドル？はい、私たち歌とダンスで人を笑顔に。うん、踊り子や吟遊詩人のような。近いといえば近いんですけど。ダメだ、スクールアイドルを知らない人にスクールアイドルが。仕方ないわね。だったら論より証拠。ニコ！ニコちゃん、ダメ。ニコちゃん待って、今それやったら町長さんが混乱する。邪魔しないでよ。このニコちゃんスマイルを見れば。すみません、なんだかただ騒いでいるだけになって。いえいえ、久しぶりに賑やかで私は楽しい。何をしようとしているのかはともかく、皆さんがこの街のただただ皆さんのためにもやめておいた方がいいと。誇れるものが何もない街を変えようと私はずっ。しかし結局何一つうまくいかず、私ももう疲れてしまって。同じ思い。失敗すれば傷つくのは凛たちだって。結局何よ、私たちの実力。違うよニコちゃん、町長さんは私たち。引っかかっていた理由がやっと理解できた。確かに私たちではこの街を笑顔にはできない。エリッチ、ちょっとそれどういうこと。文化が違いすぎるの。町長さんも私たちが何をしようとしているの。今のままライブを決行しても街の人たちは私たち。みんな想像してみて、私たちが何をしているのか誰も。ニコニコニー、あなたのハートにニコニコニーの矢沢ニコです。今のは何をしたの。わからない、何にどう。それ私さすがに無理。大事故にゃ、想像するだけで鳥肌もの。どうして私がそんな例に挙げられなきゃいけないのよ。とにかくこの街の人たちにライブで楽しんでもらうための壁は、昔の私を相手にするより昔のエリちゃんか。学校の許可認められないわって言ってた。ええ何せこの町の人たちはスクール。確かにそれは。何よほのか、あんたまさか諦めるなんて。それは嫌。ならこの町のために何かできるのか、何ができるのか
もう一度よ。うん、ほのかちゃん大丈夫。また小鳥ちゃん、そうだね。やはりエリの懸念を払拭するのは難しいようですね。スクールアイドルを知らない人にその魅力を伝えるにはどうしたらいいの？踊り子や吟遊詩人がいる世界ならその楽しさを伝え、踊りを見たり歌を聴いたり。でも私たちのやっていることは、そうだ。では始めます、うん、せーの、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイ、シ。なんでよりによって街のど真ん中で練習を始め、それにこんなステップ、リンたち。まあこの場はほのかちゃんに任せてみよう。そうは言うけど、ねえ、何の騒ぎ？あの子たちは何をしているの？どんどん人が集まってくるよ。ほのかちゃんのアイディアって何？本当にこれでうまくいくのでしょうか？というか、練習でここまで注目されると少し恥ずかしい。でも、ほのかちゃんの言う通り、人は集まってきたから、きっと大丈夫。町の人を巻き込む？巻き込むって私たちの活動に？うん、確かにみんな元気ないけど、新しく来た私たちのことが気になってる感じ。ほら、路上で寝てた私たちを何やってるんだろうって見物に。これってつまり新しいものとか珍しい。それで思いついたの。スクールアイドルを知らないなら一緒に始めてみる。このあなた、今私たちの、え、な、何をしているのかと。ふっふっふ、だったら一緒にやってみませんか？いや、その、私は別に。ほらほら、練習時間は限ら。ちょっと待ってください。せっかくここまで来たんだから。あ、いや、ちょっと。ではもう一度最初から、せーの。あなた、今私と目が合います。私と目が合ったら最後参加。それがルールです。はい、それでは少し休憩します。はあ、次々と、まあよく集めたもんね。
まったく、ほのかの強引さは相変わらずですね。皆さんの迷惑で。大丈夫。みんな恥ずかしがってるだけで、嫌そうな顔。だといいんですが。ねえ、練習どうだった？よかったら。みんなの動きが合うと、不思議と心地よくて、これがスクールアイドル、なのです。そう！こんな風に突然出会って、初めて。ねえ、他にも歌の練習とかもするんだけど。はい。私は、人前に出るのが、本当は苦手で。そっか。なら、もしよかったら、この、せっかくこうして出会えたんだもん。私たちのこと、もっとよく知って。住民による影響を観測。彼女たちは虚無の星晶獣の力に抗った。第二サンプルを無作為に抽出。サンプル投影。なんと、まあ、町のあの子たちの活動というのはこういったもの。はあ、おや、あなたは？あれが、ミューズ。ミューズ？あの子たちの、グループの名前。それでは、今日の練習はここで終わります。みんなどうだった？スクールアイドルの練習、一つ。みんなで歌ったり、踊ったりするのは楽しけど？大きな声を出すのが苦手で、私には向いてないのかも。そんなことないです！え？発声は練習すれば身につきますし、張りのある声で歌わなければいけないなんて決まりはないんです。あまたのスクールアイドルの中には特徴的なウィスパーボイスで人々を魅了する子もいますから。練習を続けていけばあなたの得意分野も見つかると思います。だから諦めないで明日も。花代、ずいぶん熱くなるのね。だって私も声が小さかったけど、マキちゃんのおかげで、あの時マキちゃんがしてくれたこと。そう。ああ、マキちゃん照れてるにゃー。やめてよ、もう。花代ちゃんの言う通りだね。でもきっと練習を続けてれば何かつかめると思うから。うん、私は参加してみよう。私も。やった。では今日はここ。あ、そうだ、解散。そんなの、いつの間に作ったん？休憩中、時間があったから。休憩中？大した時間もないのに。原翔、さすが衣装担当、驚きね。一晩あれば、ここにいるみんなの分は作れると思うから。あ、ね、ではダンスの練習を始めます。1、2、3、4、5、6、7。
うまく表紙に合わせられない。待って、確かにリズムに合ってはいないけど、あなたの振り付けはとても正確よ。何度やっても全く同じポーズが取れる。それはとても大切。はい。それじゃあ作曲の手順を軽く説明するわね。はい先生、よろしくお願いします。先生。そんな呢び方しなくて。いえ先生、敬意を込めてそう呼ばせていた。恥ずかしい。だから私は。いいですか皆さん、スクールアイドルとして個性が出せず埋もれてしまっては、日々の練習も見ず。そして個性を出すには曲や振り付けだけじゃなく、キャラってものが必要。いい、今から私がお手本を見せるから。行くわよ。はい。ニッコニッコニー、あなたのハートにニコニコニーの矢沢ニコです。ニコニーって呼んで、ラブニコ。ん？ニコちゃん、やっぱりこういうのは。ぐぬぬぬぬ。にゃ、こんなところに隠れて何を見て。そのみんな。じゃあ一緒にやろう。見てるよりやってみた方が。いや、そういうつもりじゃ。あ、逃げた。待てー、捕まえた。あ、その私、ああいうの。こんなに可愛いのにもったいないよ。試しにやってみる。その助けてーってな。さ、行くにゃ。それでほのかちゃん、これからどうするの？参加してくれてる人たちのグループ分けでしょ。みんなで合同ライブみたいなのができたらいいなって思って。くましらさんでしょ。もしこの活動がこの町の新名物になったりして。町を出て行った人たちも興味を持って戻ってくるかも。うん、だからまずは合同ライブを最高。あ、でもその合同ライブがあるってどうやって出て行った。え、そりゃネットで。え、ああ、この世界インターネットがない。島と島は簡単に行き来できないし、どう。あの、ちょっといい？あなたは？名前は。もしかしてあなたもスクールアイドル？うん、ただ一つ、よろず屋を通して気空団に依頼を出して、いろんな島に連れて行ってもらうのが。気空団？なるほど。それで町の者たちを。はい、町を出て行った人たちにスクールアイドルとして。移動手段と護衛を兼ねて気空団に依頼を出すのはいいのですが。ええ、私の知ってる限り一番誠実で強い人たち。なるほど、よろず屋さんたちの。あ、飛行船みたいなのが飛んで。そう、気空艇グランサイファー、団長の率いる気空。外の島か。他には。まったく、何が起こるかわからないんですよ。他の島には魔物も出るという話も。だけどほのかちゃんらしくて。うちたちに大きな試練が訪れる。